志保もクラス会うまく抜けてこられたんだね。うん、今日は練習のスケジュール決めるだけだし、希望日メモって渡してきたから平気。よし、じゃあほなちゃんのクラスに行こう。ほなちゃん、大丈夫かな？うん、自分の気持ち伝えられたらいいんだけど。そうだね、まだ曲決まってないクラスもあるけど、そろそろ決めないとまずいみたいだし。うん、だからほなちゃんを私たちが応援しなくちゃ。と言ってもこそこそ覗き見してるだけだけどね。っていうか、昼休みの時はドドーンとぶつけてみようとか自信ありげに言ってたくせに。だってやっぱりほなちゃんが心配だったんだもん。しほちゃんだって心配だからクラス抜けてきてくれたんでしょ。私はほなみのために集まろうってメッセージを送ってきた誰かさんが暴走しないか不安になっただけ。本当はすっごく気になってるくせに。はいはい。っていうか前もこんなことしなかった？あ、ほなみが中学時代のことをクラスの仲のいい子たちに話しに行った時だっけ。し、そろそろ話し合い始まるみたいだよ。うわ、雰囲気悪。頑張りたい人とそうじゃない人で意見もやっぱり平行線って感じだね。うん、おなちゃん頑張れ。皆さん静かにしてください。おなみ頑張れ。バシッと行っちゃえ。ほなちゃん、よかった。うん、ちゃんと自分の意見言えてたね。ま、ほなみならそこまで心配しなくても大丈夫だったと思うけどね。おやおや、バシッと言っちゃえって拳を握って応援してたのはどこのしほちゃんかな。あれはそれじゃあ委員会の先輩に曲が決まったこと伝えてくるね。詳細の委員長のところに行くんだよね。途中まで一緒に行こう。じゃあ私のことを心配してクラス会を抜けてまで3人で来てくれてたの？うん、余計なお世話かなって思ったんだけど。ほなみのことが気になっちゃって合唱祭の話し合い集中できそうになかったしね。でもあれって盗み聞きになっちゃうんだよね。
ごめんね。ううん、心配してくれてありがとう。そっか、みんなも見守っててくれたんだね。本当にありがとう。けど頑張ったのはほなみでしょ。そうだよ、さっきのほなちゃんすっごくかっこよかった。みんなに自分の思いを伝えて、ちゃんと意見も一つにまとめて、誰が何と言おうとほなちゃんは偉い。私ほなちゃんを尊敬するよ。さきちゃんありがとう。でも合唱祭ではライバルだよ。幼なじみでも大事な金賞は譲らないよね、いっちゃん。うん、それを言うならうちのクラスもそこそこ気合い入ってるから、いい勝負になるかも。じゃあ合唱祭で真剣勝負だね。うん、負けないよ。こうやって4人で集まって食べるの、なんだか久しぶりだね。合唱祭の練習とかで昼休みも集まれなかったしね。うん、その合唱祭も無事に終わったし、またみんなでご飯が食べられるね。うん、特にほなちゃんはいろいろお疲れ様。そこでですね、私の家でほなちゃんお疲れ様会をやろうと思います。お疲れ様会？なんかうまいこと理由つけて遊びたいだけじゃない？そんなことないよ。ほなちゃんも出汁に使おうなんて思ってないからね。怪しいな。私はいいよ、久しぶりに4人でのんびりもしたいし。やったー。じゃあ週末バンド練習が終わった後、私の家に集合ね。それではほなちゃんお疲れ様会を始めます。まずは改めてほなちゃん合唱祭お疲れ様でした。お疲れ様でした。では乾杯。乾杯。いろいろあったけど合唱祭あっという間に終わっちゃったね。うん、金賞はもらえなかったけど、またクラスのみんなと一つになれたって感じ。はあ、でも残念だな。体育祭の時みたいに写真を見ながら話せたら面白かったのに。合唱祭、生徒は合唱祭の委員以外撮影禁止だったからね。記念に欲しくて合唱祭委員の友達にお願いしてみたんだ。さすがほなちゃん。
それぞれ写ってる写真あるよ。まずは、あった、これがしほちゃんのクラスが歌ってる時のだよ。本当だ、しほちゃん見っけ、ちゃんと歌ってるっぽいね。おいじゃなくて歌ってるから、口パクなんてすぐにバレるし。あ、こっちはうちのクラスだ。さっきすごく真剣な顔してる。だって絶対に金賞取りたかったんだもん。結局ほなちゃんのクラスには勝てなかったけど、ほなみのクラス本当にうまかったよね。うん、あれは文句なしに金賞の合唱だったよ。ありがとうみんな。あ、もうこんな時間、私そろそろバイトに行かないと。それじゃあ解散かな。名残惜しいけど仕方ないよね。あ、片付けは私がやるから、コップとかそのままでいいよ。そういうわけにいかないよ、私コップを持っていくね。じゃあ私も。うん、それじゃあ私たちは残ってるお菓子を片付けるね。持って帰れるお菓子はみんなで山分けだね。そうだね。ねえほなちゃん。何？今さらかもだけど、ちゃんと役に立てたかな。え？私ほなちゃんは一人じゃないみたいなこと偉そうに言っちゃったでしょ。でも言うほどほなちゃんの力になれなかった気がして。ほら、ただでさえ中学の時は入院してたせいでほなちゃんの力になれなかったから。さきちゃん、もしかしてそのことを気にしてお疲れ様会を開いてくれたの？あ、さすがほなちゃん正解。でもきっといっちゃんやしほちゃんも気づいてたよね。うん、きっと。さきちゃん、さきちゃんはちゃんと力になってくれたよ。さきちゃんだけじゃない、しほちゃんもいちかちゃんもみんながいてくれたから頑張れたの。ほなちゃん、まったくそんなこと気にしてたなんて。うん、想像通りだったね。あ、二人とも聞いてたの？それに想像通りってやっぱり気づいてたんだ。幼馴染だからね。それにしても気にしすぎだと思うけど。だって偉そうなこと言っちゃったし、ちゃんと役に立てたか気になるでしょ。そう、これは自分の言葉に責任を持つための行動なの。ありがとう、さきちゃん。それに、いちかちゃんもしほちゃんもすごく支えてもらったよ。ほなちゃん、よかった。